はい、こんにちは、野方ひろです。いや、実はね、この間ふっと空を見たら、なんかね、虹みたいな、こんなね、短い虹みたいなのが出てて、なんだこれとか思って、いや、これはきっと神様が宝くじ買えって言ってるんじゃないかなと思って、それで宝くじ買ってきたんですよ。バラと連番の10枚ずつ、ありがとうございます。でね、今日はせっかくだから金運の神様にお願いに行こうと思って、これから秩父に行ってきます。でね、家出るときに、ついついね、バイクだと忘れちゃうんですけど、マスク忘れちゃって一度戻って、すっかり遅くなっちゃったんですけど、あ、宝くじ忘れちゃったよ、まあいいか、お願いだけして来ようと思います。はい、花園です。いやー、だけど今日は天気いいっすよね。いやー、僕ね、前にも多分言ったと思うんですけど、宝くじってね、一度も当たったことないんですよ。いや、当たったことないって、ビリ以外は当たったことないんですよ。いやね、僕が最初に宝くじ買ったのって多分小学生の頃だと思うんですけど、まだ当時はね、300円のなんてなくて100円だったんですけど、もうそれからまあ年に多い時で 2、3回、今はもうジャンプだけしか買わないですけど、それで今僕57でしょ、50年ぐらい買い続けて、いつも当たったことないんですよ。もうここらで一発ね、10億とは言わないですよ。もう3000円でいいから当たってくれないと、もうなんかね、惨めになってきますよね。まあ、こんだけ買ってかすりもしないったら逆に自慢になるかもしれないですけど、でもそんな自慢嫌ですよね。ということでね、神頼み。今日はね、これからまず聖神社、金運の神様なんですけど、そこに行ってきます。はい、到着しました。すげえ混んでますね。ここがその聖神社ですね。はい、基地です。なんかちょっと微妙ですけど、まあ悪くはないですからね。失えど得るものあり、一つの別れの暗示、しかし憂いることなかれ、別れがあれば出会いあり、と。金運出入りが多い
まあ出てても入るんだったらいいですけどね。仕事、次なる展開の予感。お、いいじゃないですか。勝負、逃げるが勝ち。まあこれいつもですけどね。恋愛、新たなる出会い。はあ、買い物、安物買いはダメだと。安物しか買わない僕はどうなっちゃうんでしょうね。ファッション、TPO をわきまえて。いや、それはおみくじに言われなくてもそうですよね。はい、じゃあ次行く前に飯でも食いに行きますか。せっかく秩父まで来たんで。あら、せっかく秩父まで来たんで、秩父名物わらじかつ丼でも行きますか。あった、ここ。混んでんじゃん。びっくりした、ラーメン屋になっちゃったかと思ったらこっちでしたね。日盛りのジジイにはね、大盛りぐらいのちょうどですね。いやうまかった。毎日のね、夏に来たんですけど、やっぱね、あの甘辛と油がね、夏のクソ暑い日にはね、ちょっときつかったんですけど、やっぱ冬だとね、ああいうのはうまいっすよね。秩父今宮神社、ここもね、金運にいいらしいんですよ。でこの池は湧き水らしいんですけど、日本の名水百選かなんかになってるらしいですよ。昼がいるし、
じゃあこちらでもおみくじ。なんか分厚いですよ。あ、なんか入ってる。恵比寿さん、波、人生には大きな波が必ずあります。できることをせずできないことを望んでいてはどんな波にも乗れません。ああ。で、運勢、中吉、中吉もまた微妙ですよね。大吉より吉じゃないのはわかるんですけど、吉と中吉と小吉の関係がよくわかんないですよね。金運、出費は増えるが収入も増える傾向。なんかさっきと同じようなことが書いてありますよ。ああ、ありがたいお言葉をいただきました。はい、じゃあここでお金を洗うんですね。で、清めたお金はここ。稲荷様、いやー、ここはなんか神様多くて大変ですよね。うわ、またいっぱいいる。よろしくお願いします。宝くじ当たりますように。次はこっち。いや、かわいいけどなんかあんまご利益なさそうですよね、これね。わー、よろしくお願いします。はい、ということで、金運にいい神社2社ほど回ってきましたんで、これでもう宝くじバッチリですね。当たるかな。いや、当たる。ということで、野方博夫でした。じゃあね。